三男地域のお店をご紹介する店番。今回は越前市紫式部公園の近くにあるお店バーシーエストにやってきました。バーシーエストの店内は低めに設けられたカウンターや肘掛け付きのソファーなどが配置され、とっても居心地のいい空間です。カウンターの奥にはウイスキーやリキュールがずらり、その数およそ300種類。これを組み合わせカクテルなどさまざまなドリンクが提供されています。カウンターでお客さんを出迎えるのは牧野道明さん。他の店舗でバーテンダーとして6年間経験を積んだ後、2007年に念願のお店を開きました。お店の名前のシーエストはコンタクト、コミュニケーションの頭文字 C と最上級の S を組み合わせたもの。この場で最高の出会いや会話を演出したいというマスターの思いが込められています。数ある店舗の中から当店を選んでいただいたお客様に感謝の心を忘れず、一つでもお帰りの際には来てよかった、楽しかったねっていうことをお届けできるように、会話の中から今何を求めていらっしゃるのかを感じ取り、ドリンクそしてフードをお届けするように心がけています。ユーのここに注目。シーエストはお酒の種類がたくさんなんですが、メニューにオリジナルカクテルの欄が見当たりません。これはあえて掲載しないことで、お客さんとコミュニケーションを取りながら好みの一品を味わっていただこうというマスターの粋な計らいなんです。そこから次々と新しいカクテルが考案されているそうです。それでは早速オリジナルカクテルをお願いします。わかりました。じゃあゆうちゃんの好きなものは何ですか？好きなものはフルーツとか。フルーツはいちごとか、はい、パイナップルとかが好きです、はい、炭酸とかそういうものが入っても大丈夫な感じ？大丈夫です、はいはい、じゃあそんな感じで何か作っていきますね、はい、お願いします、はい。かわいい。どうぞ。ありがとうございます。これお名前は？まあね、ゆうちゃんと喋ってると、はい、まあ、明るくてすごい元気なイメージなので , 笑顔がすごい素敵だし、まあ、名付けてゆうスマイルみたいな感じですかね。嬉しい、ありがとうございます。もう恥ずかしいですよ。どうぞ。はい、いただきます。マンゴーベースのフローズンにパイナップル、いちごのシロップを絡ませたフルーティーなノンアルコールカクテル、その名もユースマイル。ではオリジナルカクテルを早速いただきます。味は私の好きなものばっかりなのでとっても美味しいです。世界に一つだけの私のためだけに作られたカクテルということがとっても嬉しいです。続いてカクテルグラスホッパーを作っていただきました。生クリームたっぷりのミントとカカオのお酒です。ではグラスホッパーをいただきます。いっぱいミントの香りがします。いただきます。チョコミントの味がして、ミルクの味もしてとっても美味しいです。お酒と一緒に味わいたいのがこちらの牛すじとネギの最強タッグピザ。男女問わず大人気の一品です。とってもいい香りがします。いただきます。うん、牛すじが柔らかくて味が染み込んでいてとっても美味しいです。楽しんでいただけるようスタッフ全員で努めてまいります。お一人でもグループでもお気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。店番で紹介したお店はこのステッカーを目印にしてくださいね。